どうも大輔です。ですね、今、ちょっと動画編集ソフトを開いてるんですけど、これ見てください、すごくないですか？地球ですよ、地球。これね、実際動かせるんですよ。こうやってカメラで動かせるんです。ここに日本がありますよね。はい。で、これ何を作ってるのかというと、私のチャンネルのオープニングね、新しくまた作ろうと思いまして、この前作ったネオン風のバチバチってなるやつはちょっと自分では気に入ってなかったんで、今度もうちょっと凝ったの作ろうかなと思って、いろいろ調べたら、なんかこうやって動画編集ソフトで地球が作れるっていうことでね、今、まさに学習中なんですけど、今日中にね、作りたかったんですけどね、ちょっと無理でした。時間足りなかったっす。だから、この作ってる最中の状態で、まあいろいろお話できたらなと思うんですけど、もうこの、そうっすね。もう最初にもう本題入りましょうか。新しいことを7月から始める。まあ遅くても8月から始める予定なんですけど、もう言います。もうそれもね、YouTube です。YouTube のチャンネルをもう一個作って、そっちをすごい頑張ろうかなと思ってんですよ。で、そのチャンネルのね、内容なんですけどね、もうジャンルはもう絞ってます。漫画動画です。漫画動画を、のチャンネルを作りたいと思います。ええーって思う方が結構いると思うんですけどね。そもそもね、私ね、漫画の、私のチャンネルで漫画動画を出した時、結構再生数いくんですよね。自分自身の私生活を晒す動画よりも全然、いくんで、もう漫画動画でいこうかなと思うんですよ。これ夜のね、もうちょっとアップにできるかな。ちょっとすいません、やりながら。これか。おー、ズーム、ズーム。そうなんです。漫画動画って、でも需要あるんですよ、すごく。需要あるんで、漫画動画でね、なんとか稼げないかなと思って。ただまあ気をつけた方がいいのは、漫画動画って、あまりにも静止画が続くと、ちょっとバンの対象になるっていう話も聞いたことあるんで、そこら辺はね、気をつけていこうかなと思うんですけど、で、漫画動画の題材なんですけど、もう時事ネタですね。時事ネタ。時事ネタとか、あと、偉人ですか？偉人についてちょっと説明動画みたいなのを作りたいですね、漫画で。この人はこういうことしましたみたいな。もう誰もが知ってる織田信長とか、そっち系じゃなくて、なんか自分が個人的に好きな偉人とか、まあ、起業家とかですよね。大企業の社長とか。そういう人の歴史を漫画で伝えられたら、結構長く多くの人に見られるんじゃないかなと思って。それでね、行きますよ。で、具体的な目標とかは、また、ちょっと時間ある時に発表します。今日ちょっとサクッとね、発表しましたけど、賛否いろいろあると思いますけど、全然応援してくださらなくて大丈夫です。もうこれはね、失敗してもいいと思ってるんですよ。でも自分にとってめちゃくちゃプラスになるんですよ。なぜかっていうと、漫画動画のチャンネルをやるにあたっても絶対絵を描かなきゃいけないわけですよ。となると必然的に絵はどんどん上手くなると思うんですよ。となるとですね、私の最終目標である週刊少年ジャンプに乗るという夢にも近づくわけですよ。絵が上手くなり、漫画を描くスキルも今より上がるわけです。一石二鳥じゃないですか。だから、その漫画チャンネルが頑張るっつって全然再生数もいかなくて、こけたとしても、私にとっては全然マイナスないんですね。むしろプラス。だから、休日だらだら過ごすこともなくなるし、まあ、今日も寝ちゃったんですよ。そう、だから漫画動画始めますっていう動画をね、しっかり作りたかったんですけどね。寝ちゃいまして。で、時間ないからオープニング新しいの作って動画にしようと思ったら、それも間に合わないっていうね、もう最悪ですよね。あ、これ面白いですよ。これ2本あるでしょ？これ2本あって、これガーっていくと、さあ、見覚えのある顔が出てきましたね。これ良くないですか？これをだから動画でぐるぐる動かして、とある40代フリーターの日常みたいな感じで地球に現れる私の顔みたいな。これ絶対面白いオープニングできると思うんだけどな。壮大でかっこいいオープニングと思いきや、おっさんが出てきて台無しみたいな。こんな感じですね。だからもう人生楽しみます。こっちのだから、
とある40代フリーターの日常のチャンネルはもうマイペースで、はい。再生数とか登録者数あんまり気にせず、まあ5000人ぐらいは最終的に行きたいですけどね。まあちょっとでも、マックス3000人ぐらいなのかなと思えてきましたよ。最近の伸びの悪さを見ると。なので漫画動画頑張りまして、で、漫画動画なんですけど、チャンネル作っても、一応伏せときます、最初は。はい。で、あれ、これ大好きの漫画動画チャンネルじゃねって思っても、一応ですね、コメントしないでいただきたいです。最初のうちは。はい。こっちの40代フリーターの日常で、お知らせした後は別にいいんですけど、あんまりでもね、連動させたくないんですよね、こっちのチャンネルと。はい。漫画動画チャンネルでは顔出ししないんで、いやー楽しみだ。どんなチャンネルになるかな。だから田口翔のね、あの漫画動画すごいバズったんで、私のチャンネルにしては5000再生いきましたからね。あんな感じのノリでね、バンバン時事ネタをね、漫画動画にしていきたいんですよ。まあ目標としては今年中に収益化を目指して。すごい、だからハイペースなんて無理っすね。今年中に1000人以上チャンネル。でもね、多分時事ネタだったら結構検索してたどり着く人が多いんで、行くと思うんですけどね。まあ、細かいことはまた動画にします。ということで、こんな感じの地球を使ってオープニングがいつか完成しますんで、気長にお待ちください。ありがとうございました。ライト消したらどうなるのか。うん。面白い。